毎度タガです、今回は、何を説明するかっていうと、ルマフュージョンのね、使い方をちょっと説明しようかなと思ってますのでよろしくお願いします。で第1回目が、新規プロジェクトの立ち上げですね。要するにね、新規作成のやり方をちょっと説明していきます。で、フレームレートとかね、ちょっとややこしいことがあるんで、それもね、ちょっと、詳しく説明しようかなと思っております。では、最後までよろしくお願いします。ではね、まずは、新規プロジェクトのね、作成の仕方からやっていきますね。で、これがね、基本的に僕がビデオ作成でね、使っているアプリになります。で、このルマフュージョンをね、タッチしてもらって、アクセス OK です。で、ね、最初この画面出ると思うんですけども、まずはね、新規プロジェクトを立ち上げるんで、まあ、このプラスを押してくださいって言ってるんで、ここね、この左下にね、そのプラスのボタンあるんで、これを押します。そうすると、この新規プロジェクトっていうのが出るんで、ここにね、今回の、動画のね、タイトルとかをここに入力してください。今回その、まずね、撮った動画があるんで、そのね、タイトルをつけようと思います。カルボナーラをね、ちょっとね、動画撮ったんで、これで活かしてもらいます。で、次にこのフレームレートってあるんですね。ここに30とかね、18、24とかね、60とかあるんですけど、これね、ちょっと説明させてもらいます。ではね、フレームレートの説明をしていきますね。まず、24フレーム、30フレーム、60フレームっていうのをよく使うと思うんですよね。で、その、どれをじゃあ適用したらいいのかっていうのは分からないと思うんですけども、基本的には撮影した時のね、フレームレート数で編集するのが一番いいと思います。で、このフレームレートって何かっていうと、こうやってね、1秒の間に、24回写真を撮ってる、30回写真を撮ってる、60回写真撮ってるっていう意味なんですね、実は。で、動画に見えるんですけども、だけどこれって実はね、写真をいっぱい並べてるだけなんですね。要はそのパラパラ漫画みたいな感じで、動画っていうのはなってるんですけども、ちょっとね、わかりやすいように、ちょっと書きますね。ちょっとこれはね、1秒間24なんですよ。4枚にしてもらって、まあ、こんな感じの表なんですけども、まあ、一旦ね、この1秒っていうのを忘れてもらって、これね、全部6で割りました。で、まあ、1秒間に、じゃあ、これ、24フレーム4枚。で、30フレームなら5枚。で、60フレームなら10枚っていう風になってるんですけどね。まあ、4、5、10かな。っていう風に書いて。じゃあ、仮に、60フレームで撮影した動画を30フレームで、編集した場合、どういう風になるかっていうと、これ見てもらったらわかるように。これね、この部分です。この部分の写真が適用されないんですね。適用されないんで、どういうことが起きるかっていうと、60フレームだと滑らかに映るんですけども、だけど、1枚抜けるために、ちょっとね、飛び飛びの動画になってしまうんですね。まあ、ちょっとそれがカクつきに見えたりとかするっていう感じですね。まあ、これをね、仮にね、24フレームとかに、適用したとしても同じことが言えるんで、まあ、仮にその30フレームを40フレームに適用した場合、まあ、4枚と5枚なんで、1枚ね、1枚、余ってしまうんですよ、写真が。で、その部分がちょっとカクつきに見えたりとかするかなっていう感じですね。だけど、その24フレームに60フレームを当てはめることって実はあるんですね。で、どういった時かっていうと、まあ、こういうことですね。実際ね、こっからここまでは1秒なんですけども、この写真だとここまでで1秒なんですね。で、もっと言うと、もうここまでで1秒。なので、ここで2秒ですね。で、どういったことが起きているかっていうと、こっからね、ここまで、写真を紹介するのに2秒かかってるんですね。なので、これはね、スローモーションに見えます。これはね、実はスローモーションの原理でして、
例えばそのゴルフのスイングとかサッカーとかの足さばきとかを、スローモーションで見たかった場合、その60フレームとか120フレームとかでね撮影した後にこういうね低い、フレームレート数に当てはめるとこういう風にスローに見えるんですね。なかなか面白くないですか。で、まあ、このフレームレートね、どういう時に使うかっていうと、24フレームっていうのは基本的には映画とかで使われてるみたいです。で、30フレームっていうのはテレビとかニュース番組とかでも使われてるみたいですね。で、60フレームっていうのはやっぱさっき言ったようにスポーツとかですね。で、なんでねそのスポーツとかで使われるかっていうと、こうやってねシャッタースピードが速いんで、あの人物像っていうのはね結構くっきりに見えます。だけど24フレームっていうのは実はねシャッターが開いて閉じるまでちょっと時間かかるんですね。なので仮にあの、まあ、この人がねこっちに動いてた場合、ちょっと残像のように見えるんですね。まあこの残像感がすごいいい感じに見えるっていうので映画で採用されてるみたいなんですけどね。なのであのスポーツとかそういうはっきりした映像を見たいっていう時はやっぱこういうくっきりした映像がいるんで、60フレームとか高レートでねあの撮影してるみたいです。まあ、ということでね、あのフレームレートを24にします。まあちょっとねこういう風にね 23.98 とかいろいろあるんですけどもね、あの24フレームで撮影してても実際はねこの 23.98 っていうので撮ってるみたいです。まあ、とりあえず24フレームで設定します。あとね一つ忘れてたんですけども、60フレーム、スポーツって言ってたんですけどもね、ゲームとかでも60フレームとかで編集するみたいですね。で、次ねフレームアスペクトっていうのはねこうやっていっぱいあるんですよね。もう何対何ぼ何対何ぼって言ってねいろいろあるんですけどもね、これのちょっと説明しますね。ではねあのフレームアスペクト比っていうのをね説明していきます。まあ基本的には16対9、4対3、3対2、ちょっとややこしいけど 23.36 対1、1対1かな。で、これね、それぞれどういうシチュエーションで使っているかっていうと、まあ、デジタルテレビですね。とか、まあ、ミュージックビデオ、まあ、アニメもそうですね。まあ、というか、テレビ関係ですね。あと、まあ、これですね、YouTube、これを使ってます。だからまあ YouTube に投稿する動画であればまあこの比率を覚えといたらいいかなと思います。で、これ2つね実はね写真なんですね。でまあ写真のこっちがデジタルで、でこっちがあのアナログですね。アナログじゃちょっと分かりにくいな。フィルムカメラがこっちですね。で、まあ、他にもこれね、実はこの4対3っていうのが、アナログテレビですね。昔のあのブラウン管テレビですね。あれがこれですね。で、このね、2.36 対1。まあ、厳密に言うともうちょっとね、この比率が変わってきたりとかするんですけども、これがね、映画ですね。まあ、こっちも映画使ってるんですけどね、実は。昔のこうなんかこう上下が黒枠で塗りつぶされてるような映画っていうのはこの比率で撮られてますね。で1対1って何で使うかっていうとインスタグラムですね。っていう、シチュエーションで、使われている感じですね。でそのどのシチュエーションで使いたいかっていうので自分でねその選んでいただけたらなと思います。今回まあ YouTube に投稿するやつなんで16対9でいきたいと思います。で、実際ね、そのフレームアスペクト比でどういう風に変わるのかってね、見ていきたいと思います。じゃあ16対9だったらどういう風に見えるのかっていうと、まあ、いつもながらのスタンダードな感じですよね。じゃあ、次がね、
その映画のやつはどういう風に見えるのかっていうと、こんな感じですね。もうちょっとこれだけで映画っぽい感じですよね。枠が、黒枠がつくだけで。だけど、この、これでね、その YouTube を作ってしまうと、この黒枠が全てに採用されるんで、あの、一番最後のね、あの、登録お願いしますみたいなね、部分でもこの黒枠が入ってしまいます。ちょっとそれ避けたいんで、基本的にはね、あの、16対9で編集してます。っていう感じにね、まあ、新規作成していったらいいかなと思います。で、次回は、動画のね、編集のやり方をね、ちょっといろいろやっていこうかなと思っております。まあ、切ったりとか、つなげたりとかね、そういうのをちょっと説明していきたいと思います。で、またわからないことがありましたらね、まあ、質問の方で受け付けておりますので、またよろしくお願いします。では、今回は、ご視聴ありがとうございました。We didn't say a word too much. We hid behind the daylight while I was longing for your touch.